今後カバーしてほしい楽曲は、うん、おと言います。さあ、これはね、ちょっとリアルで求めてるそうですよ。はい。知れるかもしれない。ね、ぜひこちら、皆さん希望はコメントで書いていただけたらと思います。じゃあ、まずメンバーにも聞いてみましょうか。さあ、メンバーでこの楽曲どうだっていうこと。じゃあ、天木さんどうでしょう。はい、私ずっとスタッフさんに、グレン・ラガンの空色デイズを歌いたいです。いい、はい。いいですね。とか、銀魂のオープニングのプレイとかも、銀魂のオープニングは全般、はい。そうですよね、天木さんお好きですから。そうなんです。でも、空色デイズ、すごいやりたいですって。うん。はい。いいですね。もう気持ちが高ぶりすぎて、ちょっとな、横に出てきてるようにも見えますけども。画面が。ねえ。いや、すごいいいですね。武田さんはどうですか？迷うんですけど、うん、なんか、AKB48 さんの曲、はい、全般、全部。いつだったな。いきなり全般って言ったら、何百曲になりそうですけど、いいですね。ソングとかやりたい。いや、でもわかる。確かにいいですよね。じゃあ、ちょっと、このターンラスト。宮瀬さんは何かありますか？私、二つ言っていいですか？どうぞ。4月は君の嘘が大好きで。はい。もう、ヘブンウップスさんのオレンジを歌いたいです。いい、いい。もうメンバーがうなずいてますもん。いい、いいってなってますし。あともう一つが坂道さんの、坂道というか、誰のことを一番愛しているっていう、すごく好きなので、もしよかったら歌わせていただきたいなって思っています。なるほど。やっぱりね、メンバーの気持ちもありますしね。でもコメントでもすごい来てるんですよ。ね、本当に3分の1の純情な感情、グレンゲとか、ねえ、もう、アナ雪、ねえ、クロスシリーズ、いっぱい来てるんですけど、たまに、ねえ、ねえ、そう、いや、いいです。デジモンとか、たくさん来てますんで。今後、コラボしてほしい作品は、でございます。いや、これもね、多分みんな、むちゃくちゃあるよ。絶対。ありますね、これは。さあ、ちょっとね、皆さん、もうどんどん書いてください。偉い人がね、こちら参考にするかしないかっていう話聞いてますんで、マジで。さあ、お願いします。それじゃあ、ちょっと、とりあえずね、白沢さんと鈴花さんのパーソナルを今日聞きたい。今、これ、どうなんだろう。白沢さん、鈴花さん、どうだろう。はい。コラボしてほしい作品ってあったりするかな？はい、聞こえてるかな、うん、聞こえてますよ、大丈夫です。なんかそれこそ先ほどもちょっと出たんですけど、うん、鬼滅の刃コラボして、ハッピーっていうか、うん、衣装を2つ体の衣装とかも着てほしいなって思います、はい、いいですね。いいな、あれ着てほしい。あ、いい、わかります。着てほしい。あと、ねずこの格好とかもしてほしいし。あ、してほしい。なります、それは。いいですよね。うん。じゃあ、鈴花さん、これ大丈夫かな？もし行けるんであれば、これ聞きたいですよね。鈴花さん、どうだろう。聞けないか？うん。ミルキーホームズ、なるほど。やりたい、やりたい。ミルキーさんとかもね、いいですよね。やりたいです。いいですよね。探偵服着たいです。あー、いい、映える映える、いいですね。ちゃんの衣装も着たい、うん、そうだ。天木さんなんかあります？そのこれとコラボしたい作品。もちろん銀魂です。そうですよね。そうですよ、絶対。銀魂とコラボしたいです。いや、でも全部ありえるもんな。だって、正直物語シリーズとコラボしたら、
もうどの作品も可能性ありますよ、マジで。ねえ。いや、ちょっとね、いや、コメントでももうザザザザと来てます、本当に。かぐや様、マクロス、FGO、あ、リアルなのいっぱいあるなぁ、ご自由さ。ね、バンドリー、いい、なんでドラゴンボール芸人って、いや、なんでドラゴンボール芸人とコラボ楽しそう。楽しいかもですけど。なんか逆にサンリオとかともコラボしてみたいなって思います。うん、あ、いい、いいですね。なるほど。かわいい。それこそね、なんかいろんなことが落ち着いたときに、あのピューロランドとかでね、一緒に舞台とか、うん、やりたい、やりたい、それこそなんか足りない48グループさんとか、あの46グループさんとか、なんか、うん、今まででないコラボとかできたらすごいなって思います。 いいですよね、それもね。それもいいんだ。確かに。どうだろう、川瀬さん、こことコラボしたみたいなのありますか？あ、私ちょっとコメントでも今あったんですけど、うん、あの窓マギさんとか。あ、窓マギさん、窓マギさんってもう窓マギを勝手にあのこの世界の先輩みたいに置いちゃったけど。はい、マミさんの衣装着たいな、中西さん。あ、いいですね。いや、あの衣装ね、確かに可愛い、いいですね。ライブ映えしそう。うん、いいですね。僕もじゃあ、その、はい、キューベイとして現れますんで。キューベイとして。キューベイとして。いや、でもこれコメントがもう本当にみんなが、これは本当にしてほしいんだっていう気持ちが伝わってくるぐらい、バン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 流れてる。すごい。いや、これ皆さん見てますからね、ぜひ。はい、ちょっとこれは、これ、えらいさん届いてほしい。届いてますかね、大丈夫かな、届いてください、ぜひ、ね、届いてください。ヘルソミルキー、ミルキー、犬ボケ、みんなそれぞれ今言った方がいいですよ、多分今口にしといた方がいいですよ。あ、じゃあ、ペルソナシリーズと、フェイトシリーズでお願いします。そうですね、いきなりちょっと落ち着いた意見みたいになりましたけど。リアルに、うん、リアルに。リアルなやつがいいです。ハラレンとかも入れたいです。あー、え、なん、いいですね。いいですよ。ハガレン。うん。ハガレン。ハガレン。うん、ハガレンね。いい。どん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 言って。シークレットサービス。あー、もうほんと、みんなの好きなタイトルがガンガン、ねえ、やっぱしたいですよね。好きな作品とコラボは。はい、うん、さっきちょっと言いそびれちゃったんですけど、はい、私あのミルキーさんのキャラソン聞いて声優志したんで、ミルキーさんめっちゃやりたいです。なるほど、はい、そうか、それぞれおのおのね、あるわけですよ、そのきっかけになったことがね。うわー、これコラボできたら嬉しいだろうな。さあ、あ、西条さん、どなたか聞いてなかったかな、西条さん、コラボしてる、したい作品あります？相棒だよね。相棒。その時はあの六角政治役でいきますので、よろしくお願いします。はい。いいですね。相棒と七虹コラボ面白いけれども。見てみたい。スーツで踊りたい。かっこいいじゃないですか。さあ、ということでございまして、まあ、こちらのね、皆さんの意見もちゃんと偉いさんにお届けします。さあ、ということで、たくさんの意見、ありがとうございました。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 さあ、ということで、